横町バイパスを左に曲がります。宿泊する山小屋に着きました。レインコートは着ていたので雨には濡れませんでしたが、汗で濡れたシャツを着替えようとルックを開けた瞬間青ざめました。着替えの服が雨で濡れていました。着替えの服の防水対策をするのを忘れていました。当然山頂に行くための防寒着も濡れています。山頂を諦め、宿泊した山小屋の前で日の出を見ました。そのリベンジに来ました。ずっと天気予報を見ていて、この日なら台風一過で晴れるだろうと予測し、山小屋を予約しました。山小屋などを予約したのが5日前です。予約した翌日から天気予報は曇りに変わり、現時点での明日の天気は雨です。幸先の悪いスタートです。本当は昨年来るつもりでしたが悪天候で来れませんでした。料金所です。料金は往復2100円です。ここからが富士スバルラインになります。この時はまだマイカー規制前で、自家用車で五合目まで行きました。でも翌週の7月15日から8月末まではマイカー規制で、自家用車では通行できません。現在の時刻は14時20分です。本日は五合目まで行き、五合目で宿泊します。最初は富士吉田まで来て、本日はこの周辺のホテルで一泊してから五合目に来る予定でした。でも、ホテルを検索している時にあることを知ってしまいました。五合目にもホテルがあったのです。このことを知ってしまうと、富士山五合目に宿泊してみたいと思うようになり、宿泊予約しました。もちろん山小屋ではなくホテルです。このホテルに関しては別途動画をアップする予定です。
少し青空が見えてきましたが、富士山は見えません。1号目下駐車場です。10年前の5月に撮影した写真です。Thank you.
が出てきました。
駐車場です。登山者は規制がかけられていて、5合目の駐車場には行きません。この辺りに駐車して5合目までは無料の連続バスで移動します。ここで係の人に止められます。私は5合目のホテルに宿泊することを告げて先に行かせてもらいました。5合目に到着です。多くの観光客や登山者がいます。GoPro がフリーズして、動画はここまでです。
に車を止めてホテルにチェックインしました。この動画が気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価をお願いします。